パーソナリティの上地でも、下地でもない中地です。よろしくお願いします。えー、梅雨が明けまして、二日目ぐらい、えー、いつ明けましたっけ、昨日でしたっけ、昨日、梅雨が明けて、でまあ今日が、まあ、夏二日目。とでも言うのでしょうか、えー。こんな晴れるっていうぐらいね。一昨日まで、だって、土砂降りで、うん、がっつり梅雨だなっていう。 えー、感じがしますけどももうその次の日まあ、昨日月曜日からもう死ぬほど晴れて <laughs> なんかこんな。 に、その、グラデーションないの沖縄みたいな、<laughs> 思いましたけどね。うん。土砂降りからカンカンデリっていう。だから、徐々に徐々になんか、その、晴れ間が増えてって、セミの鳴け声がちらほら聞こえてっていう。なんか、徐々に徐々に季節の移り変わりを感じるのかなと思ったら、日曜日、ドカブリ、月曜日、晴れ、セミ、シャーっていうね。<laughs> この切り替わりの速さ、たるやていうのでね、えー、沖縄ってすごいなと思いましたけどね、でまあ昨日京都、えー、めちゃくちゃいい天気で久しぶりにね外で。 えー、洗濯物を干した方も多いんじゃないでしょうか、僕もそのうちの1人なんですけど、まあ、気持ちよく洗濯物を干したりだとか、えー、してますけどね、えー、もう日中暑くて暑くて、で僕、普段バイク移動なんですけども、でもバイクもね、 まあ、その車に比べると風はすごい当たりますけども,もう直射日光なわけですよもう信号待ちとかでも地獄なわけですよねでもうね、えー、すごくそのあの先が怖いんですけどちょっともうこの昨日今日で沖縄の夏を目の当たりにして正直僕も夏飽きちゃったもう秋来てほしい。 それぐらいちょっと暑くて、ちょっとしんどいわ、やめてくれんかなあうーん、もう、もういやもう沖縄の夏満足です。まあ、なんか、その、海とか見てないけど、うーん、もう、もう、もうお腹いっぱい。沖縄の夏お腹いっぱい。もう来年でいい。 この二日間で死ぬほど青空見たし、セミの鳴き声もだいぶ聞いたし、うん、もうもう、もう大丈夫ですよ、沖縄さん。もう少しなんかちょっと涼しくしてくれないかな。もう風とかもぬるっとしたあの感じね。もうすごい嫌なんですよ。どうにかしてくれないですかね。えー、もう、まあ、ちょっと皆さん体調管理には気をつけましょうね。多分あれは、その、たぶん、病で、 熱中症になななるだろうなってなんか、まあ、毎年思ってるんですけどやっぱ沖縄危ないわめちゃくちゃ暑いもん水ガブ飲みうんガブ、まあ、飲みした方がいい。 まあでも、水飲みすぎも良くないって言ったりしますけどね。あまあ、皆さんね、体調管理には引き続き気をつけつつね、えー、ぜひ、この夏をね、乗り切っていただければと思いますけども。えー、コメントがツイキャス上、何個か届いてますね。沖縄大好きさん,こん,ばんは、こんばんは。ありがとうございます。お笑い大好き、お笑い吉光太さん、こんばんは、なみなみ。えー、いっくん、 パンナちゃんいっくんパンナちゃんさん。はじめまして、福島県いわき市から応援しております。ありがとうございます。すごい。めちゃくちゃ遠い福島県から聞いていただいてるんですが、ありがとうございます。え、ラントさん。 なんとさん、中地さん、ちょっとこうたくんを真似してるのかなちょっとわかんないですけど。うん。えー、まあコメントもね、あの、もしよかったら、あの、してください。ちょっと拾うかはわからないんですけども、えー、もしよかったら、ツイキャスのコメント欄でもぜひご参加ください。えー、先週ね、こちらのラジオで言わさせていただきましたけども、まあ、謎のオーディションがあると。 ということで、まあ、夏の風物詩とでも言うんでしょうか、まあ、沖縄の、ねえー、怖い話をテーマにした、えー、ドラマのオファーがありまして、えー、でオーディションを受けることになりまして、えー、ただ、ですね撮影日というものがもう事前に決まってるんですけども撮影日がですねどうしても僕、スケジュールが合わないと。 参加ができないということで、で、ちょっと、その、オファーをしていただいた方にも、すいません、実はこ、うこ,うこういう仕事がもう先に入ってて、撮影日が合わないんです、という、あの、ことで、伝えるとですね、まあ、僕の中では、ワンチャン撮影日ずらしてくれんじゃねぐらいのテンションね。もしかしたら、もしかして。そしたら、あちら、まあ、オファーをいただいた方から、 とまあまあそれはそうですよねいろいろな撮影ロケ地のまあ許可とかその他のカメラマンさんとかスタッフとかそれでみんなスケジュール合わせてるわけですからうん高々そのドラマに出るかも決まっていないオーディションの人のためだけにその日をずらすわけなんてないんですよああじゃあ,まあ今回はなしかと思ったら続いてその方々からえ言われたのが 一応、ちょ,ちょ撮影日はずらせないんですけど、一応、オーディションには来てくれませんかんなぜ <laughs> 思いまして。まあ、でもあちらが言うには、せっかくなので会ってお話がしてみたいと。ああ、いうことですよあ。ありがたいですよ。だいぶありがたいですけど、その、もう、 未来が決まっているオーディションに、で、希望もなんもないじゃないですか。希望もなんもねいオーディションがあるな、っていうことで、ええー、まあ、そんなオーディションがありますと、ええー、先週、このラジオで話しまして、で、つい先日ですね、いつだったかな、オーディション。オーディションがですね、ええー、先週の、 えー、先週の水曜日ですね。先週の水曜日、とうとうオーディションを受けてきました。オーディションという名の、えー、おしゃべり会を、えー、してきました。まあ、そんな、こんなで僕、まあ、こんな感じで先週のラジオでもだいぶ愚痴りましたけども、言うてね、やっぱりありがたいという気持ちがだいぶ強いので、一応気合を入れて、 セリフや設定なんかも体に入れ込みつつ、で、ちょっと、シーン的に、ちょっと作業着と、作業着の格好をしてくださいっていうことだったんで、ま、つなぎを用意したり、あと、切ったね、軍手を用意したり、あの、切ったね、ヨレヨレのあの、タオルを用意したり、あの、使うかはわからないですけど、一応そういうのを持ってって、で、オーディションっていうのは、あの、おしゃべり会行きまして、 もしかしたら、その、このおしゃべり会をきっかけに、まあ、今後につながるかもしれないですし。で、もっともっと言うと、これはとんでもない逸材だ。撮影日をずらしてまででも、中地を採用した方がいいかもしれないという可能性が0.00001%でもあるということで、もう全力で、えー、できることは全て想定して、 行ってまいりました、えー、でまずオーディションというのは、あのー、まあ、大体、ま、ねあの、こういうオーディションですっていう説明をしていただいて、で、こういうあの設定になってますので、今からオーディションする、軽く演技をしていただきますので、こういうシーンで、でこういうセリフになります。で、えー、ちょっといろいろオーディションの審査員と、 を務める、まあまあ、あの、プロデューサーの方と、ちょっと質疑応答などもありますので、ご準備くださいということで、もう、セリフも全部バッチリ覚え込んで、設定も入れ込んで、なんか台本にない、なんか、その、幼少期は実は野菜嫌いだったけど、みたいな、なんかわけのわからないところ、なんか自分なりに、まあ、解釈して、ちょっと入れ込んで、で、いざ、 じゃあ中地さんオーディションを始めていきますよろしくお願いしますプロデューサーさんに言われましてであじゃあまずは演技から見ていきましょうということでね、えー、演技を一通りしましてで終わった後に、えー、質疑応答ですよ、えーまあ、中地さんこういうシーンを、えー、演じていただくことになりますけども、えーまあ、まず、あのー、なんか意気込みなども聞いていいですかねみたいなこと言われました熱いことを言いまして。 熱いことを言わさせていただきまして、まあ、過去にこういう、えー、シーンに出たことあるとか、うん、えー、そういうのを言いまして、中下何か特技ってありますかと、聞かれましてですね。もう、ここはちょっと、その、記憶に残るようなことをしないといけないと。まあ、なぜ僕芸人ですし、演技力で言えばやっぱり役者さんには劣りますよ。だいぶ劣りますよ。だって勉強してないですもん。だから、やっぱりその、演技には自信ありますとか、 そういう薄っぺらいことはやっぱ言えないんですよね。だから僕にできることは何だまあ、8年間お笑いをな学んでいると。で、まあでもそれでもお笑いは得意ですっていう。ちょっと趣旨が変わってくると。なので、今回ドラマ、演技の仕事ですから、まあ、お笑い芸人だけどもお笑いを押すのは違うなと思いまして、えー、何か特技はありますかえー、そうですね。えー、打ち上げの。 漢字が得意です。もしこのドラマのオーディションに受かった暁には、もろもろ撮影を終えて、世の中の状況を見次第ですが、打ち上げをしましょう。そしてその打ち上げの漢字は僕に任せてください。最近見つけた栄町のめちゃくちゃ美味しい中華料理屋さんがあります。なので、打ち上げ担当としても、ぜひ、寄与していただければ幸いですと、言ったところ、 プロデューサーさんから、なるほど。今日は、ありがとうございましたと。無視されましたなんなんだなんなんだ、プロデューサーさん視し,し無視しですよもうちょい言うことあっただろう無視はないだろう、無視は今日は、ありがとうございましたと。その日、一番大きな声で、ありがとうございましたと。いい。 今回は、今回は、ちょっとやらかしたなと思いながら、オーディション会場を後にしようと。すると、そのプロデューサーさんが、あー、中島さん、中島さん、中島さん。あ、はい。あ、撮影日なんですけど、撮影日もしかしたら動く可能性があるのか 改めてなんですけど、事前に聞いてた、ええー、まあ、あの、撮影日が、ええー、ちょっとどうしてもスケジュールが合わないっていうことですよねで。あ、はい、そうです。あの、伝えた通り、ちょっとどうしてもちょっと先に入ってて、動かせないんですよ。これは動く可能性ありますよと言われるのかと。ちょっとワクワクしてたらですね、そのプロデューサーさんが、 あのー、そうですね。あの、改めて、やっぱり撮影日は動かせられないので、えー、また、あのー、次回ですね。あの、ぜひともよろしくお願いします。やっぱないんかいやっぱりなんもないんかい残念残念オーディションで大滑りして、ただただ印象悪くして帰ってまいりました。<laughs> とんでもねえオーディションでした。とんでもねえおしゃべり会でした。 だったらもうなんか普通に受け答えすればよかったわミスったわ一応ねそのカップル役ということでシチュエーションがねあのー、女性の方と一緒にオーディションを受けましてでその女性の方もまあオーディション参加組ということでまあ2人で演技もしたんですよ で僕がこういう風にね、なんか訳のわからないこと言ってるので、うん、趣味は先輩付き合いですとか、なんか隣で大きい声で言ってるんですよ、僕。もう隣の子がね、もう丁寧な自己紹介するわけですよ。えー、名前は何々何々と申します。どこどこ所属です。えー、現在18歳です。18歳 受け答えめっちゃしっかりしてる、えー、こ,うこ,うこういうものに出たことがありますで今回のオーディションはこういう、えー、ことを私自身感じていて、えー、私が、えー、ずっと思い描いている沖縄なども落とし込めたらいいなと思ってますしっかりしてるその隣でなんか打ち上げの話してるのなんかすごい申し訳なかったなごめんねあの時の女の子18歳だって ええー、びっくりした。うーん。まあ、確実にね、うーん、落ちたんじゃないかな。落ちたんじゃないかなっていうか、<laughs> まあ、あの、そもそも、あの、受かるっていう可能性がないオーディションだったんで、で落ちる、落ちない、事前、あの、以前の問題ではあるので、ショックでも何でもないんですけど、でも、ちょっと、 あのー、変なところに力入れすぎちゃったなと思いましたね。うんで結果先ほども言いましたけども、まあ、もしかしたら必要になるんじゃないかっていうことで、まあ、あの作業着の格好で来てくださいって言われたのでつな、まあ、ぎと切ったね軍手と切ったねタオルを持ってったんですよ。つ、え、な、ーまあ、ぎはねあのもちろん来てオーディションに参加したんですけども切ったね軍手と切ったねタオルね、えー、わざわざで、ね、綺麗な軍手とタオルが家にあったんで土で汚したり、まあ、バイクを拭いたりとかして。 もうめっちゃ汚くし,たして持ってったんですけどあの使う機会が、あのーえー、ございませんでした。 帰ってから、えー、すごくなんか惨めな思いで、お風呂場で、えー、洗いましたあー。で、それでもあの汚れが落ちないので、えー、まだ捨ててはないですけども、多分ん、あさってには捨てると思います。すごい、なんかこちらも無駄なことしたなと思いますね。本当にあに、のー、自分で喋ってて思うんですけど、俺は何をしに行ったんだろう。 あえー、マネージャーは今回同席してなかったんですけども、本当にマネージャー同席してなくて、本当に良かったわ。これはだいぶ説教案件なことをなんか自分でもあのやらかしたなと思いますね。えー、ちょっとやらかしましたね。どうせだったらな。う,ん,うん。次に繋がるようなね、ちょっと。 プロデューサーさんを笑わせられたら、笑わせられたらっていうか、笑わしに行ったらだめなんだろうな、そもそもな、オーディションですから。ちょっとオーディションを履き違えてたわ。うーん。あのー、オーディションもなんか勝手に、あのーピンネタ披露会だと勘違いしてました。すいません。あのー、ちょっと。 なんか急遽考えたピンネタを披露しに行ったみたいな、えー、感じになっちゃいました。もうその関係者各位本当に申し訳ございません。ま、えー、まあまあでも、また次の機会がありましたらぜひお呼びください。で今回、あのー、僕は選ばれないかもしれないですけどもあの打ち上げがありましたらぜひ歓喜させていただければと思いますので、えー、よろしくお願いします。ああのーまあ、これに付随してですね あのーまあ、インスタのストーリーで、えー、とあるオーディションがありまして、えー、あのオーディションの審査員の方に、えー、何か特技はありますかと聞かれ、えーまあ、打ち上げの漢字が得意です、境町のいいお店知ってるんで、漢字任せてくださいって言ったところ、無視されましたみたいな投稿したんですよ、じゃインスタでもやりまして。 まあ、インスタでもね、特に、あのー、まあ、レスポンス、受けるとかのレスポンスは特になかったんですけど、あのそもそも、そもそも俺、面白いこと言ってないんだっていうのね、えー、まあ、もうその時点では気づいてたんですけども、ああの1件だけレスポンスが来まして、えーまあ、僕の知らない方から、え、境町のお店気になります。あの、もしよかったら教えてくれませんかとあ、来まして、<laughs> そ,そこと思いつつもね、一応、本当に気になってるお店があるので、 Google マップのリンクをね、こちらです。あのー、めちゃくちゃ前から気になってます。えー、ま喋、あ、ったことも、うん、あの、面識のない方なんですけども、一応最後に、えー、もし何か打ち上げなどありましたら、えー、僕に漢字を任してくださいと。その見ず知らずの方にもね、一応ちょっとね、僕なりのお笑いをね、あの添えて、あの、そっと送信したんですよ。えー、そちらもね、えー、もちろん無視されましたね。<laughs> もっと構って無視は一番嫌だ無視って何無視って一番言葉の暴力だと思うわ。そのトゲトゲ言葉を言うよりも、トゲトゲ言葉夏。トゲトゲ言葉って言ってました皆さん。ちょっと話変わりますけど。無視はやめてもっと、もっと喋ろうコミュニケーション取ろうぜ頼むから。そしたら、もう、コミュニケーション取れば取るほど多分、僕の良さに、 悪気はないんだこいつって思っていただけますから。コミュニケーション不足で何言ってんだこいつ。面白くねえなで終わっちゃうんで。もうちょっとその先までちょっと粘ってみてください。そしたら見える世界があると思います。うん。ぜひ皆さんコミュニケーション取りましょうね。頼むんで。えー、まあそんな一連の騒動がありました。ただね、えー、あ、そう。 で、またちょっとオーディションの話にまた戻るんですけども、まあ、カップル役での、ちょっと演技も、あの、やったんですけども、その後に、その工場で働いてるっていう設定なんですけども、その、工場で働いている、えー、若者で、工場長も、 いましてで工場長のオーディションも同時開催だったんですよでその工場長として一緒にオーディションを参加したのが、えー、僕と同じ事務所演芸してた FEC に、えー、所属しておりますもう多分 FEC で一番映像もの出てるんじゃないかなあの赤花青年会さんというあの僕の大先輩がいるんですけどもその赤花さんと一緒に、えー、オーディションを受けとも一緒に演技のオーディションしたんですよ まあちょっとシーン変わりまして、まあ工場長と、えー、若者と、えー、まあ上下関係がある二人のシーンの演技もしたんですよ。もうね、赤羽さんのとその映像で関わったことはないんですけど、その出てる作品はあの結構見てまして、もう前々からなんて、なんてドンピシャな人なんだと。で、演技もね、うまいっていうよりかは、 うまいか下手かなんて、僕分からないですけど、なんか、まあ、言えるのが無理してないなっていうね。のそのまんまだな。なんか自然台本も読んでないし、目線とか仕草とか全部なんか、本当にこ,この人だっていう、なんかそう思わせられる自然体なんですよ、赤羽さん。で、前々から、ああ、いいな、赤羽さんと思ってたところ、まあ今回のオーディションで、まあオーディションとはいえ、一緒にね、演技を、あの、したんですよ。 赤バナーさん、マジうまいわ。びっくりした。演技うまい人と一緒にやったら、あのー、まあ、どう、その、プロデューサーさんの目に映ったかわからないですけど、自分も、その演技に引っ張られて、没入できますね。だから、ちょっと申し訳ないこと言うと、その、女の子とカップル役をしてる時よりも、赤バナーさんとやってる時の方が、なんか、 本当に言われてる感じがする。演技が上手すぎる。本当に上手すぎる。それに引っ張られて、俺もめちゃくちゃ上手くなるみたいなね。だからそういう錯覚しましたね。うん。もしかしたら、そのプロデューサー的には、あの、中地の演技は何も変わってないかもしれないですけど、テンション的にね。やっぱだから、それぐらい、やっぱ、カバナさんって魅力あるな、というか。魅力と技術力ね。うん、思いました。すさまじかったわ。 ええー、まあ、赤バナーさんもオーディション枠ということですけども、あれ取らないのはなしかなどう考えても取るけどな、赤バナーさん。まあ、でも赤バナーさんが大学、ええー、50代の、えー、おじさん役としてね、いろいろな映像に出てますけども、もうね、あの世代だもドンピシャじゃないかなドンピシャというかもう、追随を許さない勢いだと思いますよ。とてつもない。 あの方はめちゃくちゃすごいうんぜひ受かってほしいなというのとあとその僕と同じね役柄工場で働く若者,若者の役として、えー、この f e c チュンドの月曜日担当の湊さんと水曜日担当のデコボコトラベリングリオとも。 あの受けてってたので、えーまあ、そのほかにも多分何名かそのオーディションは受けてると思うんですけども,ぜひ,もぜひともぜひともぜひとも FEC から、えー、2人取っていただきたいなと思いました僕を除く2人ですね、えー、悲しいですけど僕はちょっとお先に失礼いたします湊さん両党、赤羽さんあとは頼みましたお先に失礼いたしますお疲れ様でした えー、ブルーミーさん、中 G なんか、ちょっと切れ G みたいに言わないけど、何を熱弁している、とんでもねオーディションに行って、とんでもない態度で、めちゃくちゃ滑って、印象悪くなったっていう話を、えー、熱弁しております。えー、ランドさん、トラウマナイト、トラウマナイトみたいな感じと言えばいいのでしょうか、トラウマナイトよりもレまま、どこまで行っていいのかわからないですけどもね、あー、あー、まあ、楽しみですね。あの、そういう、珍しいじゃないですか、沖縄だけの。 あの地域密着型ローカルの、えー、怖い話にまつわる番組が、えー、まだ琉球トラウマないと沖縄の怖い話、えー、がありますからね毎年ねやってますから超楽しいお盆の時期にねえーうん、旧盆の時期にね、えー、やってくれるんですよねなんか毎年、まあ、最近はコロナの影響で行けてないですけどえー、旧盆の、まあ、運慶か中の日か えー、ウークイカ、どちらかでなんかその親戚の家で琉球ドラマないとか沖縄の怖い話見るっていうのが風物詩みたいな、えー、ところがありましたからね、今年はまた親戚周りとかできたらいいですけどね、でその外からはちょっとエーサーの音が聞こえたりだとかね、えー、そういうのがあればいいなと思いますけどね、どうなるんでしょうか、まあ、まあでもなんかどんどんどん,どん,どん,なんか緩和されていってるような気もしなくもないですけど、 ちょっと沖縄のコロナ感染者数はちょっとまだあのガクっとは減ってないというのが、ね、現状ですから、まあ、あの梅雨も明けてあの太陽の。 あの光も強いということでえまあ引き続き体調管理にはねえ気をつけていただければと思いますのでえよろしくお願いしますよろししくお願いしますと言ってもねまあ僕より皆さんの方が多がちゃんとやってると思うのでえあれですけどねあまあまあそんなオーディションもありつつねえまあ6月はあっという間にもうえ第3週。 とということでね、6月21日火曜日夜11時26分をね、えー、過ぎたところですけどもまあ沖縄の、えー、風物詩と言ってもいいのかな6月は、えー、お笑い米軍基地もね、えーまあ、順調にね、講演をしておりまして。 えーまあ、先週は小座公園先々週は那覇公園の二公園、えー、3公園終わりまして、来週残すところ千秋楽の名護公園のみと、えー、なっておりましてね、えー、ぜひ皆さんにも見に来ていただきたいんですけどもね、毎回ね、えー、僕、見てるんですけど、やっぱ面白いですね、先輩たちは。 本当にだってネタも分かるんですよ、オチも分かります。でもうでっと言えば稽古も見てますしね、あの死ぬほど見てますし、えー、それでもねもうめちゃくちゃ面白い、で勉強になりますね。えー、来週の来週週週とうかかもう今週か今週の名護公演がまだチケット若干数残って いいるののかななっていう感じなので、えー、ぜひとも見に来ていただければと思うんですけどもで僕出演はしていないんですけどあの最前列で、えー、映像出しをしていますのでまあなんかあのちょっかい出しに来ていただければあのー、幸いですはいえー、ち,ょっとあのちょっとお恥ずかしいんですけど自分でコンティニューコインを送りますね、うん そしたら1、あのー、回もその途切れることなくいけますので、えー、これで、OK、かな、うんはいえー、30分延長を自力で、えー、していただいたんですけどもあ、あのーまあ、お笑い米軍基地もそうなんですけどももうめちゃくちゃ盛り上がりまして。 先週土曜日、めちゃくちゃ盛り上がりまして、道具あ動画を、ね、出す仕事もバッチリして、ノーミスで、えー、寸分狂わないタイミングで、えー、僕にしかできない仕事を、ね、してきたんですけども、そんなことないですね、誰でもできる仕事なんですけども、<laughs> あまあまあ、その次の日ですね、なんと、那覇市民劇場、通称、那覇ートですごい豪華なライブが行われまして。 ええー、出演ゲスト、出演者がですね、凄まじいですよ。小島よしおさん、エイトブリッジさん、ラランドさん、ザ・マミーさん、モグライダーさん、ニシキゴイさん、ヨシズミさん、トム・ブラウンさん、ナイツさん、シンクー・ジェシカさん、ヤスコさん、ドブロックさんというね、凄まじいメンバーが、先週日曜日、那覇の那覇、あの、那覇市民劇場、通称、那覇とで、ね、ライブしてたんですよ。びっくりしない だって、M1 王者が、ナイチさんって優勝してたかな。うん、まあまあでも、M1 でも名を連ねてる人、キングオブコントの有名な方々が、まあ、ザ・ W でもね、優勝した吉住さんとか、もうそんなもん、ナイチのお笑いのトレンドをギュッとしたようなメンバーが、先週日曜日ライブしてたんですよ。ええー、なんとですね、なんとなんと、私、中地、 見に行くことができました。めちゃくちゃ楽しかったえぐかったえぐいわああ、もうね、もうこれ出た瞬間に行こうと思ったんですけど、チケット速乾。キャッパ千1600よキャッパ千1600のチケット代がちょっと場所によっては値段変わるかもしれないですけど、多分だから最低4000円。 最低,最低席って言ったらちょっと響き悪いですけど、ただ一番値段が安くて4000円。もしかしたら一律4000円かもしれないですけど、ちょっと他の席はちょっとわからないですけど、でもまあ、えー、4000円スタートの、えー、ライブで1600キャットで、えー、速乾だったんですよ。ただ、このライブに行く予定だったハンサム金城さんがですね、あのチケット買って持ってたんですけども、 あのちょっと体調不良になりまして、えー、まあこういうご時世だからまあ一応行かない方がいいかということで、まあ、行かないんだったらじゃあ中地に譲るよっていうことでもらいまして金平らごぼうの森道さんとねあの見に行ってきたんですよいや超良かったなうんなんかすごい勉強になりましたねお笑いライブはなんかちょくちょく。 まあ、大きいライブもちっちゃいライブも好きなので見に行ってますけども、この、まあ、他事務所とか所属事務所関係なく、えー、しかも沖縄で、えー、やるっていうライブだったので、うん、なんかだいぶ、まあ、ネタもそうですけど、そう、ライブをね、我々は、その、作ることもやらないといけないので、箱を予約したり、 まあ演出決めたり、台本作ったり、構成書作ったり、え照明の人当てがったりとかね、あの道具の出しはけを決めたりとか、ライブを作ることから僕らはやらないといけないので、で、そういう、ちょっと裏側もね、あの、勉強しようっていうことで、 えー、見に行ったたんですよいやなんか感動したな、まあ、もちろんね、ネタはね、営業用って言ったらあれですけど、まあまあ、鉄板ネタということで、まあ、なんかちらほら見,、ね、見たことあるネタもあったりだとかね、えーまあ、まあネタはもうもちろんも、もう面白そうずっと知ってるので、そこよりも僕は裏側というところをね、あのー、見に行ったんですけどもあー、なんかすごい、なんて言うんだろう、ハッとさせられたというかね。 まあ、お笑いライブの基本形の構成と言いますと、まあ、な,なんとなくあるじゃないですか。例えば、音楽ライブだったら、会場して、で、えー、まあ、ライブが、え曲から始まって、で、何曲かして、間に MC を挟みつつ、で、えー えー、今日は「ありがとうございました」えー、ラストははこの曲を披露しして終わりりたいいいとと思まます今日はありがとうございましたでラストの曲を演奏するで「ハける」「アンコールが起こる」えー「また出てくる」で曲を23曲披露して「改めてありがとうございました解散」っていうみたいな,なんかあのー、なんとなくの流れがあるじゃないですかどんなジャンルのライブのお笑いライブで言えばまずはオープニングがあってライブの「ライブの 説明だったり、出演芸人の紹介だったり、オープニングトークがあって、もっと言えば前説とかも結構あったりしますね。前説があって、オープニングがあって、ネタがあって、その後に大体後半企画的な、なんとなくの企画か、まあ、中 MC 的な、中説的なのが入ってて、また後半ネタなのか、まあ、後半企画なのかをやって、 エンディングはまあ演者が全員出てきて、まあ、エンディングトークをして諸々告知などもしてで、えー、今日はありがとうございましたで終わるだこれ結構だいぶその全国各地普通のライブなんですよただ、ね、このね爆笑お笑いフェス in 沖縄さんはです、ね、ド頭速攻ネタ <laughs> びっくりした。 ま、会場もね、すごい豪華なセット。豪華っていうかね、ま、お笑いラブでだいぶシンプルなセットなんですけど、スクリーンがあって、映像も出るようなスクリーンがあるんですけど、なんか、ん、その、開演する僕は5分前の、結構ギリギリ入ったんですけど、何から始まるんだろうま、こんな豪華なやつなんで、で、あ、でかいスクリーンもあるから、一旦映像から始まるかないや、でも、もしくは音で煽って、 ちょっと激しめのロック系の音で煽って、全員どうもーで出てきた。あ、これも熱いなと。あ、でも映像で煽って、映像と音で煽って出てきたら最高だなと思った。いざ、時計を見ながらね、開演時間が迫ります。あ,あ、もう始まるもう始まるもう始まる始まったーでー開演のブザーが鳴り響いて、会場が徐々に徐々に暗くなってって。 で、曲が流れてきます。で、少年をチカチカしてきて、うわーすげえテンション上がる全員出てくるのかななんか MC とかもついてるのかなどうなるんだろうってやったら、最初の一組目は、えー、この方です。どうぞ速攻一組目の方が出てきて、あ、どうもー、こんばんはー。ありがとうございます。ちなみに一組目、モグライダーさんでした。モグ,モグライダーさんのことあのー、めちゃくちゃ好きなんですけど。うん、う 一発目からもネタしかも漫才みたいななんか目から鱗というか固定概念に囚われすぎてたなみたいなことがありましたねあ、そうだ別にそうだお笑いライブだからな、何もそうオープニングとかも別にいらんか まあ、その、知らない人がいるかもしれない。まあ、例えば僕らのライブとかだったら、見てる人も多分知らない人の方がほとんどなので、やっぱり説明とかあったらもた丁寧だと思うんですけど、幕上笑いフェスイン沖縄出てる方々、もう知らないよっていう人の方が少ないようなメンバーなので、そうそうそうだ企画趣旨とか説明とかオープニングなんていらないやだって知ってるもん で、面白いネタするのも知ってるもん、みたいなね。えー、なんかそういうのが、ね、目から鱗でしたね。えー、かたさん日曜日楽しかったの、ね、楽しかったの前の方で見れて。いいよいいな前から見てたのいいな俺、その、もうね、ナハートってね、あれ、何回だってだろう ?4 回だってぐらいなってんのかなの僕、最上階でして。 で、キャパ1600なんですけど、なんか最上階の、もう、舞台袖付近の両端みたいな感じなんで、もうだいぶこう、見、見下ろす感じ。 見下ろして、舞台上も、え、芸人さんのネタしている顔とかほぼ見えない。もう頭頂部しか見えないぐらいの、あの位置だったんですけど。まあまあ、それはそれで楽しかったんですけど、いろいろ。なんか、裏の出しはけとかも見れたりね。え、なんか、イメージしていただけると、なんか、オペラを見ている、え、王様が、ワインをたしなみながら、ちょっとちっちゃい拍手しながら、見ている王様が、いそうな場所に、いました。 <laughs> 自分で言って、ちょっといいように言ってますけど、まあちょっと、まあ、正面の席に比べるとちょっと見づらい席ではありましたけど、ちょっと貴族気分でね、ワインとか飲みてえなと思,う思いましたけど、いやー、すごいよかった、えー、こうたくん、ネタラも楽しみです。 ああ、来週ね、ネタラボがありますので、え、来週水曜日ですね。え、ま再来週はね、僕もうキングオブコントの予選受けに行くので、え、それのちょっと最終調整に、もうしつつになるのでね、あの、ぜひこれ聞いていただいてる皆さん、あの、来週はね、ライブが2本あります。来週の火曜日は、え、バチバチというライブですね。え、こちらは、わさびとデコボコトラベリング、そして、が、え、ネタを、え、5本ずつね、 あ失礼しましまた、えー、3本ずつ披露する、あのー、ライブになってますで合間で僕は MC とでちょっと1本だけネタを披露させていただくライブが来週火曜日ありましてでその次の日水曜日はえー、ネタラボですね、えー、こちらもあります、ね、両方アウトプット那覇のアウトプットでのライブになりますのでもしよかったら、えー

っていうあのー、ライフルみたいなので撃ってやつ <laughs> やて <laughs> そこにいや,やめてキャンさん実際持ってるからマジで持ってるからやめてでももう、あのー、本当にそこですケンさんってどのケンさん坊主メンケンさんどうだろうちょっと怪しいなケンっていっぱいいますからねケンさんだから僕えっ、ー、とねややこしいんだよな あのー、オードブルの松田健吾さんのこと、僕、健さん。健さん、健さんって言うんすよ。健さんって呼ぶんすよ。あん。あ松健さん、健さん、健二とか言うんすけど、ボードウェン健さんって被るんで、ボードウェン健さんのことは普通に健さんって言うんで、なんかね、この辺ね、ちょっとややこしいんですよ。で、松田健吾さんのことを、健さんって言う。 呼ぶの,あの僕だけななんですよなんかねケンさんって呼んじゃってそれが染みついちゃってケンゴさんとか松健ケンさんって呼べばいいのにそれがもう抜けなくてだからもう FEC のだけケンさんが2人いてなんかややこしいんだよなうんうんなんかどちらかの呼び方をな変えないといけないなと思うんですけど。 坊主、うん、メンケンさんかなそうだそうあの普通に言お,うとし言おうとしてたというかあのリアルに僕これこのラジオで、ね、もしいいんだったら坊主メンケンさんと2人でやるのもいいなーってずっと前から思っててもうケンさんにはでも,もう行ってないですし僕の妄想なんですけど坊主メンケンさんって1回来たことありましたっけ で来たことある具志堅さんって来たのか,何かあ、何回か来てるのか、何回か来てますよね、健さん。<laughs> そのコメントいただいた健さんが、僕の先輩の健さんなのか、ちょっとわからないですけど、坊主にケンさんっていう先輩がいて、でその健さんと一緒に、毎週通う、毎週とは言わずと、なんか準レギューぐらいで、僕、<laughs> 健さんと喋りたいんですよね、ラジオしたいんですよね。で、今はね、あのー、まあ、 あの、ずっとね、1時間、ドラーってなんか、あの、たわいもない話をしてますけど、ふ、一応ね、コーナーやりたいんですけど、なんか一人でコーナーやるのもなぁと思って、どうせやるんだったら二人は欲しいなと思ってて。 コーナーとかもやりたいなっていう意味で、なんか、坊主めんさんとかと一緒にやるのも楽しそうだなって思ってますけどね。まあ、この健さんが、ちょっとあれですけど。ああちょっと今度会った時、伝えてみようかな。で、坊主めんけんさんめちゃくちゃ面白いんで、その良さとかもね、ぜひ皆さんに、あの、知っていただきたいんですよ。え、健さんって、その健さん本当にマジちょっと、名護公演の時、ちょっと詳しく話しさせてください。だから、ちょっと、だ、僕は、 で結構前たぶ2ヶ月前ぐらいからあのケンさんもピン芸人だしあ今はね今はピンで活動してるからなんかいろいろやるの楽しそうだけどなと思,いな思ってたんですけど一応日中仕事してるのもありますし。 でまあ、だいぶ先輩なのでうんなんか誘うのもちょっと、まあ、時間もね一応遅いっちゃ遅いのでじゃあまあ大変かなとかね思いつつちょっと直接言えずに言っているんですけども、うん、いやこの件はにに偽件本件どっち <laughs> でもいいよっていうぐらいだから本件かな、うん、ちょっと分からないですけどまあじゃあ,じゃあちょっと、まあ、どのみち名護でちょっと。 聞いてみようかな、うん、坊主メンケンさんもね、めちゃくちゃ面白いんだお笑い米軍基地のケンさん、めちゃくちゃ面白いんだよな、面白いかつね、あの上手ですね、あの、坊主メンケンさんは、そのお笑いの演技が、あその辺のとかもやっぱ勉強になりますね、えー、今週土曜日の楽しみですね、ガタツムリさん、LINE 先行でチケット取ったからね、ああ、そうなんだ。 そうなんだ。まあでもさ、ナハートができたことによってなのかな、これって主催どこなんだろう、ちょっと分かんないですけど、でも多分こういうのって、えー、今後増えてくるんじゃないかなと思いまして、えー、楽しみだなと思いましたね。でね、なんかね、すごいやらしい話をし,しますねあの。お笑いライブって、 コスパいいなと思いましてでなんせ特殊な照明や音響を使わないあの、音楽ライブに比べてねでマイクさえあればできるみたいなマイクっていうかだからそもうその会場に備わっているものさえあれば何でもできるじゃないですか何でもできるというかお笑いライブできるんですよで今回の この豪華なメンバーが出ている「爆笑お笑いフェスイン沖縄」もですね装飾もね全然なくてなくてって言ったらあれですよそもそもなくていいんですけど舞台のセッティングとかもだいぶシンプルで,で、まあ、出しはけができるちょっと幕があってスクリーンがあるだけでそのスクリーンにはネタ中のまあ芸人さんの顔をちょっとあのテレビカメラでねあの撮って写して 奥の人からもも見やすすいようにしてるんですけどもだからスタッフとかもその分音楽ライブに比べて人員が削減できるとで芸人もねあのー、まあ漫才の方だったりとかも特に荷物もいらないですしね、うん、で装飾もかからないとで難しいなんかその構成とかも一切なかったんだよ爆笑オーバーライフェスとかもうんなんか。 コスパいいし最高だなってちょっとすごいやらしい話ですよまああのチケットが全席4000円だとしましょうで1600名のキャパが満席で1日で、えー、2ステージ行ってたんですねでだから1600名1600円3200名が、えー、それぞれ4000円を払ってるとでしますと、えー、お値段が1 0 0 0円 200万、ね、1200万の収益で、えー、まあ旅費とかそういうのもありますけども先ほども言ったそう経費があの音楽ライブに比べてあのかかりづらいっていうので1200万のうちギャラとか弾いてもうんもうとんでもない額になるんじゃないかなと思って。 なんかね、あのー、なん,なんて言うんだろうそのお笑いライフェスで全国各地を回っていくだけでとんでもない収益になるなと思って、えー、かっこいいし楽しそうだし、うん、改めてでもそれが実力と知名度があれば。 全然ありえるんだっていうのをなんか目の当たりにしてねなんかすごいモチベーション上がりましたねうーん何て言うんだけどねえ俺たち笑わせるぞ遊びに来いようなお金は出るけどねちゃんと笑わせる芸人さんすごい最近の検さんの実写版アンパンマン大好きだったあー面白かったねー 面白かったね、まあ、確かに、まああのー、キャパシティは違えど一応僕らもそのお笑いライブやってますからそやってることの、まあ、規模感は違いはありますけどもやってることは一緒ですからねうんそれがそのあと知名度と実力があればあんなとてつもないこともできるんだっていう。 のを見てすごいモチベーションが上がりましたやっぱりねここまで 芸人をして8年目まあ地方芸人という特殊な肩書きですけどもやってると曲がりなりにもそのお笑いライブを見てえー1年目の頃は「ああ楽しいな面白いなこの人アホだな」って思うのからだん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 もっと濃ゆい部分が見えてくるようになるんです間の取り方うまいなとか「ああこのワードチョイスいいな」ってそういうのでえ見れば重ねれば重ねるほどその。 明確な自分の立ち位置とその有名な芸人の実力差が。 見えてくる,ようになるんですよだいぶ離れてますけどだいぶ離れてますけどあでもこの人この辺にいるなって一応可視化ができるようになってくるんですよね可視化ができるようになってくるとやっぱり一応これをどうにかこの差を、まあ、まだまだ努力も実力も人気も何も足りないですけども一応そのなんとなくのあらすじが見えるわけですよそしたらモチベーションにもつなが,れますつながりますしねえー もっともっと頑張ろうでもしかしたらもしかすると今見ているそのライブもえいつの日か出る側になってまあ全国津々浦々あったりまあそれこそ「m 1グランプリ」とか「キングオブコント」とか出てるようになるかもしれないっていう何かやっぱワクワクしますしねえそういう感じで一応お笑いライブを見てたんですけども,あのもうナイツさんもね出演してたんですけどもナイツはね大鳥だったんですけどあの。 とてつもなさすぎて実力差あ実力差、えー、知名度、会場の沸かせ方具合どれを取ってもずば抜けって言てって言うんですか、まあ、さっき可視化できるって言ったんですけどナイツはもうさらにさらに遠く行っても見えなくなっちゃうぐらいあまだ俺。 見えないかって。ナイツさんはもう、もうもはや見れないぐらい、もはやというか、この芸歴8年目でもナイツさんはもうまだ見えないところにいるな。まだ押し計れないところにいるなっていうのを体感して、<laughs> 最後の最後のナイツさんのネタは、すごいテンション下がりましたね。ああ、逆にテンション下がるっていうね。 うん、どうせだったらせっかくだから、うわ、面白い、すげえな、やっぱさすがだな、っていう、なんか、感じで見ればいいのに、あそこまでやられると、逆にテンションの中で、ぐったり、うわっ,ってなりましたね。 あまあでも見に行って見に行けてよかったあのー、本当にすごく良くないことを、あのー、今から言いますけど近所さん体調不良になっていただき本当にありがとうございましたすごい助かりました、えーまあ、せっかくねライブのチケットを頂い,いたのでまあどうせだったらなんかちょっと、あのー、つまらないものというかねあの些細なちょっとプレゼントをしたいなと思って。 でなんかいいプレゼントないかなと、まあ、でもそれでもね、あのーまあ、高い買い物はちょっと経済的に厳しいので、まあ、ぼ僕なりのものでいいかと思って、金、まあ、所さんが買わなさそうなものがいいかなと思って、えー、一応ね、まあ、僕が最近はまってる辛ラーメンと、あと、レモンハイっていう、トリスが出してる皆さん、レモンハイ知ってます ようやくスーパーで売られ始めるようになったやつなんですけどとりあえずレモンハイっていうのを一時期めちゃくちゃハマっててあの致死量飲んでたんですけどそのレモンハイと辛、えー、ラーメンをちょっと何個かセットにして、えー、近所さんのお家に届けましてで、えー、改めてありがとうございましたとお礼をしたところあの今。 あのー、体調不良っていうのはちょっと喉からきてて喉がすごいガラガラで痛くて。 で、そのガラガラな喉で食事とか飲食が大変だから、今一番控えてるのが炭酸と辛いものって言われている。もうドンピシャなダメなものを差し入れしてしまって、金城 <laughs> さんすいません。でも、金城さんが体調不良になって、えー、いただいたおかげですごい、えー、勉強になりました。この話はまた、あの、金城さんの体調、体調がね、あのー、回復次第。 あの共有させて改めてお礼をさせていただければと思いますのでよろしくお願いしますえー、いやすごい楽しかったですねああいうライブはがんガがン,ガン見に行かないといけないですねあ、えーまあえ時間があっという間なんですけどもちょっとごめんなさい告知タイム皆さん告知は大好きですか えー、僕は告知嫌いなんですけども、一応でも、あの、ありますので、ちょっとすいません。告知タイムさせてください。えー、まず来週火曜日6月28日は、えー、バチバチがございます。デコボコトラベリングとワサビがネタを3本ずつ披露しまして、えー、間の MC と1本だけネタを僕が披露させていただきます。えー、こちらが那覇のアウトプットで会場が7時半、開演が8時となっております。チケットが前売り1500円で ンンドリンク込みのお値段となっておりますので、えー、ぜひ僕の SNS に予約の DM を送っていただければ幸いですそして次の日6月29日水曜日は、えー、ネタラボこちらは、えー、僕が最近ユニットを組んでいるプリューシュンサンタのユニットコンビ中千宗でネタを2本披露させていただきます同じく那覇のアウトプットで6月29日来週の水曜日会場が7時開演が7時半となっております、えー、チケットが、えー、1000円 まあ、千円で、ワンドリンク込みとなっておりますので、どちらも僕の DM で予約受けたまっておりますので、もしよろしければ遊びに来てください。えー、ということで、えー、今週もありがとうございました。また、えー、ああ次はちょっと少し時間が 来週ね、ちょっと FEC 的にはライブ尽くしな1週間になるんですよ。えーまあ、先ほど言った火曜日バチバチ、水曜日ネタラボ、で木曜日は金ピライブがあります。行きたいけどな、ラジオラジダブがあるんだよな、ラジダブはサボります、金ピライブ行きます、僕。みんなで金ピライブ行きましょう。金ピライブ、火曜日バチバチ、水曜日ネタラボ、えー、木曜日が金ピライブ。 で、ちょっと飛んで、えー、3日、7月3日、来週の日曜日ですね、こちら、ハエバルバラエティショーが、えー、久々の復活ということで、えー、ハンサムさん主催のね、えー、ハエバルでのライブがございますので、えー、こちらの方もぜひよろしくお願いします。で、えー、またちょっと続くんですけども、その次、えー、再来週になるんですけど、再来週の火曜日、f ライ v ちょっと7月は多いですねライブが F ライブがあってで、えー、お笑い劇場があって、えー、またバチバチがあってコザお笑い劇場があって、えー、30日には隠岐みえき、ー、のお笑いベイコの基地があるとでそれに合わせてお笑いバイアスロンの予選だとかキングオブコントの予選とか7月忙しい嫌だ ゲシちゃんゲシちゃんゲシちゃんバイト入れれるこれうあそう,だそうだそうだそうだええー、徐々に徐々にね、えー、僕が今バイトしている、えー、セカンドストリートでバイトしてるんですけども徐々に徐々に仕事も覚えてきて えー、慣れてきてるんですけども、うんあ、いや、この話は来週しようかな、うん、だから先輩とかにも、せかすさでバイトしてます、ええー、とこのええー、このこのですけ、まあこのラジオでもせかすさでバイトしてるところしいう話なんですけど、え、遊びに行っていいってよく言われるんですけど、遊びには来ないでください、えー、なるべく接客したくないので、なるべく仕事をしたくないので、えー、ぜひ皆さん、本当に遊びには来ないでください。 うん、元氏さんが、いていいなんかっていいな <laughs> んがちょっと新生活が始まるということでちょっと住所、住所っていうか、まあ、あの拠点が今読谷なんですけど、那覇に移るということで、いろいろ新生活が始まるということで、まあ、洗濯機とか電子レンジとかテレビとか、そういったものを買い集めててで、元氏さんは僕が生活する働いてるのを知ってるんで。 えー、わなかちじ、ちょっとお前、どうせだったらお前のどこ買いに行きたいから、えー、いつ出勤してるのみたいな、ええー、もう私はう本当にあの接客したくないんで、本当に申し訳ないんですけどあの、来ないでくださいと、せかすだったらいろんなところにたくさんありますから、近いところに行ってくださいと。 僕のところではわざわざざいいやでもせっかくだからねで中地のところに買かったら中地のおかげでなんかちょっといろいろ買ってもらえたっていうなんか店舗の中でも,もしかしたらなんかちょっと評価上がったりするかもしれないし、まあ、単純にちょっと中地のところに遊びに行きたいからマジで教えて,て言われてあのあそこまで言うんだったらっていうことでしぶしぶ今週はいついつのいついつから、えー、来週はたりいついつのいついつから出勤してますああじゃあじゃあいついつ行くから。 あのその時にちょっと今洗濯機とか探してるからちょっとあのマジで見させて,ーて,てああ分かりましたって言ったんですけど本さんごめんなさいあの伝えた日って全部嘘のシフトですごめんなさい僕架空のシフトを伝えさせていただきました本当に本当に申し訳ございません、うん、いやー楽しいですね本さんも打破拠点が移るってことで本てんな <laughs> いやだって本当に接客したくないからなあまあまあどうどうしてもっていうんだったらあのぜひ来てうわーってやってくださいうわーってマスクの下たり嫌な顔しれながらするんであし <laughs> もね皆さんお仕事かと思いますが頑張っていきましょうえケンさんもし聞いてたらまた今週土曜日名古屋場ちょっといろいろお話しさせて えー、ということで、えー、次はその方も終わりですかね南大輔さんもありがとうございました、えー、また来週、お相手は中チロンチロンピーでした